今日はですね、このやる気がどうしても出ない時ね、結構悩んで、頑張ってやる気を出さなきゃいけないなとかね、モチベーションを上げていこうとか、まあそういうふうにね、勉強していく方もたくさんいらっしゃると思うし、でもそれでもどうしてもやる気になれないとかね、そういうこともあると思います。で、その時にね、ちゃんとこの相対思考を知っていけば、苦しまずに、やる気がこう湧いてくるというね、そういうことができるようになるので、またね、全然違う風に楽しくやる気が出てきて、来ることができますのでね、ぜひね、そうやって苦しんでいる方がいらっしゃったら、ちょっと今日の話をね、シェアしたいと思います。で、これはもう本当に相対思考というものをちゃんと知っていくと、はっきりと分かってきたりとか、まあ、たくさんね、パターンはあるんですけども、今日はその中の一つをね、ちょっとシェアしたいと思います。で、まずですね、こう今まで頑張ってきたこととか、この方向に行こうとかね、思って頑張ってきたことに対して、どうしても、こう、どうしてもこうなんか、やる気を出そうとするのになんかやる気になれない。ね。そういう時っていうのは、実はもう自分自身がこう変わってしまっているんですね。で、そして、その方向が、今まで行ってた方向が、実は本当は、自分の行きたい方向じゃなかった。ね、これ勘違いされないように、ちょっと言っておきたいんですけども、そっちが間違っていたとかそういう意味ではなくて、外側に行ってしまっていたっていうことなんですね。だからミロスっていうのはやっぱ内側に、反ベクトルしていくわけなんですけども、その外側に向いてやる気をね、ガーッとこう外に行くエネルギーが、もう行けなくなってしまった。なんかどうしてもこう外に対してわーっとやる気がね、行動がしていけないね、という時は本当にこれチャンスで、内側に自分がもう向きたくなっている時なんですね。本当に自分の内側を知りたいとね、この内側のどうね、同性異性、またプラスマイナス、自分の内側を知りたいなというふうにもうすでに思っている時なんですね。で、そのことを気づけないんですよね。俯瞰できないと。だけど、そうすると、また、やっぱり外側に、前のように、こう、エネルギッシュに、行きたいな、というふうにね。やっぱり思うこともあると思うんですね。だけど、もう自分がね、こう、変わってしまってるんですね。理解してしまったというか、内側にしか、本当の答えはないんだな。内側の自分を知りたい。どうなっているんだってね。内側に入っていきたいという思いが、もう無意識のうちに出てきてしまっているので、そっちに対してやる気が出ているんですね。だから、今まで外に向いていたやる気がなくなっているのは当然で、何も悪いことではないんです。だから、あそこに気づいてあげて、そうか、もう自分は本当に内側の、ね、男と男性性と女性性を知りたいなら、内側のプラスとマイナスという自分のあるがままのバランスをもう知りたくなってるんだ。そこの気持ちがもう芽生えて、そっちに、情熱が向いているんだなってことに気づいてあげると、非常にね、楽しく、ミロスの原理通りね、内側に入っていくということが、できるようになってきますので、無理なくね、そしてまたやる気がない自分を責めることなく、やる気の方向性が、変わったということをね、はっきりと知っていく。だから、外に向いて、反転してね、苦しんでいた自分から外側にね、求めたら、例えば外側に幸せを求めたら、反転してね、不幸を見なきゃいけないという風になっていたこの三次元の外に行くエネルギーから、自分に向けて内側に行こうとね、目の前にあるものを自分に向けて内側を知りたいね、本当の自分を知りたいという風になっていたんだ自分はということに気づいてあげたら、全く違うね、
人生がまたそこで始まるので、これはもう本当に幸せになるタイミングがもうすでに来てたんだということでね、喜んでいただけたら、いいと思います。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。またね、概要欄の方から、ブログがありますので、そちらからね、僕の生のカリキュラムもね、やってますので、山ライブの講義にもね、僕に会いに来てくださいね。また、今日初めて聞いてくださった方は、それ何のこと言ってんのってことにね、なってしまうので、7日間無料メール講座が概要欄の方に貼り付けてありますので、そちらからね、そのメール講座をね、登録していただくと、7日間無料で、動画付きでね、ミロスの原理を説明してますので、ぜひそちらもね、ご覧になってください。またね、次回聞き逃さないように、グッドボタンと、チャンネル登録のしておきましょうね。グッドボタンとシェアもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。